ございます。はい、ただいま11時です。はい、今日は私たちと一緒に Get Ready With Me をやっていきたいと思います。で、私たち顔を洗うのと歯磨きはもう済ませたので、はい、これから各朝の準備に向けてやっていきたいと思います。はい、で3人なのでやること違うと思うんですけども、まあ、一緒に準備してる感覚でやってください。はい、それでは行きましょう。レッツチェーゴー。まず化粧水します。私は毎日朝夜パックします。化粧水は多分乳液塗ります。ちょっとつけすぎた気がする。私は毎朝コンタクト入れます。目見えないからね。やばい、最近全然コンタクト入んない。お腹空いた。マッサージしてます。じゃあコンタクトしていきたいと思います。最近顔がでかい。あるよね、そういう時。ガム食べ過ぎたかな。それもあるかもしれない。だよね。めっちゃ食ってるもん、国内ガム。一分に一回口に放り込んでた。何ヶ月か前にもほら伝授したんだよ、みんなに。だってみんな今までボトルとか買ってなかった。まずガムすら買ってない。確かにガム買ってるのあんま見たことない。しかも何種類もあるやつが。最高だよ。めっちゃ美味しかった。でも最近ミンティアみたいな。ああ。これマジでうまい。これめっちゃうまいよ。ピーチよりもぶどうの方がうまい。食べてみる？うん、ありがとう。でもそれのメロンも、レモンも好き。なんかピーチはスースーする。ピーチの味が好かった。だけどこのミンティアはぶどうのあれがめっちゃするからうまい。うまっ。味がするね、結構。あのさ、ぶどうの氷のアイス知ってる？うん。あれみたいな味しない？なんかボックスみたいな。アイスボックス。そう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 。このメイクの動画はちょっとはしょるので、私たちソロで毎日メイクの動画上げてるので、よかったらそちらを見てください。もうないやん。はい、髪の毛セットします。はい、ということで私は朝ごはんを作っていきたいと思います。そういう感じでいいのかな、GRW。 普通に無言になっちゃう。準備するものは食パン、卵、バター、朝にスマイル、ハーフベーコンです。 IH で焼いております。ふにゃふにゃパンよりもカリカリパンの方が好きだから。そしたらマーガリンを折ってこのぐらい。卵をやるで。卵マジ片手割りできないからさ、どうしよう。やってみる？やってみるよ。え、無理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 。どうしようどうしよう。やばい、焼ける焼ける。ベーコン焼けちゃう。待って。はい、オッケー。こんな感じで卵割りました。ほら見て見て、こんな感じでね、バターをつけるからこういう感じカリカリになるんです。待って、めっちゃいいやつあるか。嘘。え、やばくない？しないの。もう全然しない。鼻詰まりすぎでしょ。あ、いい感じいい感じ。待って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 、ね、焦げてる。いい感じいい感じ。美味しくなさそう。あ、今匂いきた。じゃ髪の毛やりたいと思います。でも美味しいからいいんだよ。わしの朝ごはん完成しました。美味しそう美味しそう美味しそう。うまい。ちなみにチーズパンにするときもある。いいね、チーズパン美味しいよね。うん、私は朝ごはん決まってない。食べたいのを食べてるって感じ。うん、確かに。食べたいのとか、あとは余ってるやつがあったら食べる。自分のヨーグルトなんだけど、いつもなくなっちゃった。何食べる？私をプロデュースして。はい、とりあえず完成しました。
朝ごはんを食べていきたいと思います。なんかパスタを作り置きしちゃったんですよ。でも本当は作り置きしちゃダメらしくて、でも昨日ね夜食べた分にはそんなに全然美味しかったから、まあ、今日の朝もいけるかなみたいなノリで食べていきたいと思います。でもなんせもう11時なんでね、朝ごはん兼昼ごはん的なからいっぱい食べちゃおう。完食。はい。でその間に卵がもうちょっと賞味期限がもうすぐ切れそうなので卵使いたいなと思ってて、あのでかいパスタのさ中にさ卵1個だけなんだよ。ちょっと悲しい。フライパンが温まってきたのでやっていきたいと思います。おー、やばい。ちょっとスクランブルエッグにしたかったんですけど、最初に卵かき混ぜたりするの忘れてた。ここでやっちゃいます。これに塩とか。いい感じいい感じ。いただきます。さてこれは初めて作ったんですよ。意外と作り置きしても問題ないわ。パスタって最高なんだな。一日一つ技を食べよう。めっちゃさいつもはるかそれ食べてて美味しそうなんですよ。うん、やった。めっちゃこれ気になってた。やっと食べれる。やってくれるわ。こんないっぱいあるんだからあげてよ。うまっ。はるかのあれ憧れてるんですよ私。はるかみたいにうちのああいうやつをタッパーでこうやって食べたいですよ。ちなみにこいつですよ。うん、憧れてる。欲しいあれ。ご飯作っていきたいと思います。ご飯はお豆腐グラタンにしようと思います。これをこのままドピャーンします。そしたらもうそのまま皿が小さい、持ちながらやるの大変。はい、こんな感じでぐちゃぐちゃにしたら卵こうやって入れていきます。いや本当に大丈夫かなこれ、初めて作るんだよね。あと私思ってたことがあって、おでんのこのスプーンかわいい。ちょっとしてこの曲がりがいいんだよ。憧れてる？憧れてる。次ブロッコリーを入れていきます。はい、こんな感じで入れたら次塩コショウちょっと振りまいて、本当に大丈夫かな、かけるチーズを。こんな感じになりました。電子レンジで5、6分チンしていきます。食べづらくないこれ。これカレー用のスプーンなんですよ本当は。そう、結構大きめにさ食べ物食べたい人だからさ。でトマトスープの中にオートミール入れて、チーズ入れてめっちゃ美味しいんです。おからパウダーも入れます。これをぐるぐる混ぜる。嫌いなもの何日か生活やったじゃん。あれからね、めっちゃこのトマトスープがめっちゃ好きになりました。できた。ごちそうさまでした。はい、ということで私たち着替え終わりました。イエーイ。ということで私たちの Get Ready With Me はこういう感じでした。はい、まあ、一人一人ねいつも朝起きて用意するまでもやってることがもう全然違うんですけども、うん、私たちとこの動画を見て一緒に準備してみてはいかがでしょうか。はい、出かける予定はないんですけれどもこんな感じでお届けしました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS 等もやってますので皆さんそちらもぜひチェックお願いします。お願いします。以上チェゴでした。バイバイ。はい、本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。初めて Get Ready With Me やったんですけどいかがでしたか。まあ、基本的に私たちはねこういう感じでいつも朝迎えてます。明日も動画上がるので皆さん楽しみにしてください。バイバイ。